今日はね、このももちゃんではなくてですね、このゆずちゃんがやっていきます。今日はですね、注意の仕方ですね、ご紹介したいと思います。いろんなやり方がありますね。こらとかね、ノーとかダメとか、いろいろありますね。言い方、やり方ありますけども、飼い主さんのですね、この、圧でね、こう静かな圧で、ワンちゃんをですね、静かに注意させるという方法で、ございますね。ワンちゃん世界ですとね、言葉で何かコミュニケーション取るっていうのはですね、結構稀でございますね。で、対人間関係ですから、声発したりとかね、吠えたりとか、やります。ワンちゃんの場合ですとですね、こう母親が、声抜いですね、やるときはですね、こんな風にこう鼻の上にですね、こういう風にやったりするんですけどね。あとは、母親特有の圧をかけたりしますね。動物ですと、他にはですね、こう主張したりします。ここは俺の場所だ、やめどけ、こういう風にどけってやりますね。こういうのをちょっと応用してね、使っていただくといいかなと思います。早速やりたいと思いますね。ゆずちゃん、はい、ね、ゆずちゃんちょっと悪いですけど、今悪いことしてないんですけど、ちょっと注意をしたいと思います。ゆずちゃん、こんな感じですね。今ビデオで撮ってますけど、これ飼い主さん目線ですね。もう結構真上に見下ろしてるっていう感じですね。圧をかけます。はい。で、親がですね、子供に対して何をやってるの、こらってね、いうこの圧をですね、こうワンちゃんにもかけてね。で、慣れてないワンちゃんですと逃げたりしますね。なので逃げ場所をですね、ちょっと塞いじゃう、扉閉めたりとかね、行き場所なくしちゃうね、隅に行ったりもします。ですので、こうやってこう追い詰めないといけないですね。こんな風にこうやって逃げますね。こうやって逃げますので、こらで、このようにですね、圧をかけます。はい。で、圧をかけて、ワンちゃんがですね、ああ、ちょっと悪いことしたんだなってね、自分で反省することをですね、考えさせます。ね。考えさせるとですね、降参したとかっていう合図を出してくれるんですけどね。出す場合は大体こう、お座りしてね、ああ、とかいう感じになるんですけど、ね。はい、こんな風にですね、もう耳も結構力入ってますね。すごい意識してます。こっちにね、こっちに意識してますからね、耳がポピーンと向いてます。力が入ってますね。こっちに意識してます。で、これまだね、ちょっと反省してるっていう状態じゃないんですけど、反省っていうかね、ゆうちゃん何もしてないのになんで怒られてるんだっていう状態になってますけどね。悪いことしてないのにちょっと怒るのもちょっと理不尽なのでね、結構難しいんですけど、反省したよってなるとね、この耳の力がですね、抜けますね。そしてこうやってお座りする状態になります。今はね、飼い主さん目線でしたので、じゃあどのようにですね、体勢はしてるのかっていうとですね、ゆうちゃんちょっとお手伝いお願いしますよ。はい。で、こう怒ってますね。で、飼い主さんがですね、一声カツをちょっと入れる。ね。ほら、ダメ！ノー！ノー！ノー！とかね、こう連発には言わない。いつもこういうふうにやってたっていう方だったら、こういうふうに試してみてはいかがですかね。一回カツをちょっと入れる。ね。しね、こんなふうに。ちょっと胸も張ってもらってね、自分を大きく見せます。ね。飼い主さん大きく見せてください。ね。胸張って大きく見せる。ね。
いつもちょっと猫背の方だとかはね、ちょっと何とか頼りなさそうにワンちゃんから見えますのでね、その時は叱る時とかね、注意する時はしっかり胸を張れ、ね、でちゃんと反省、叱り切るまでですね、しっかりね、こちらに意識を向かせます。ね。でちょっとこっち油断するとですね、すぐ逃げようとしますんでね、あ、ダメだよって言って、こういう風に、お座りの体勢をさせておく。ね。で今耳もピーンとね、かなり力入ってます。で、もういいと、まあ飼い主さんの判断で大丈夫です。もういいと思えばね、はい、よしよし、はい、よしで解放してあげますね。これけじめとね、しっかりつけてあげるということでございますね。まあ悪いことしたから、まあ、ちゃんと注意をした、じゃあもう解放していいよ、まあ引きずらないね。この後はもう楽しく遊んだりしてもいいですしね。はい、いかがだったでしょうかね、注意の仕方。私怒られちゃいましたね。はい、ゆずちゃんね、ちょっと申し訳なかったんですけどね、頻繁に注意してもね、あんまり言うこと聞かなくなっちゃったよという方はですね、ぜひこういうですね、沈黙でこう圧をかけてあげるとかね、叱り方をちょっと工夫していただくっていうのはね、試してみるとちょっと効果的かと思いますね。もちろんワンちゃんですね、初めてね、何のこと、なんだなんだって、なんか飼い主さんがなんか珍しいことやってるなとかね、おじけづいてね、逃げたりするかもしれませんね。その時はもちろんちょっとね、追いかけてください。ただ追いかけるのもゆっくりね、こうどしっと構えながら追いかけてくださいね。もうダッシュで、ほらダメダメダメなんてね、やっちゃいけません、ね、こう圧をかけながら、ね、叱ってる時はずっと圧をかけます、ね、圧をかけて、ね、しっかり胸張って、ね、まあ、毅然とした態度をとってもらって、ワンちゃんに、今のはダメだというのを教えます。はい、まあ、ちょっとコラとかダメとかね、まあ、言うこと聞かなくなってきたら、それがもうマンネリ化しちゃったよっていう方はね、ぜひこういったね、まあ、沈黙の叱り方でございましょうかね、ぜひ、試してみてはね、いかがでございましょうか。また次回もぜひご覧になってください。バイバイ、ゆずちゃんでございました。